この J1 という舞台で監督を1年目としてスタートとしてやらせていただくにあたって一つだけ自信があるとすれば、僕には素晴らしいタレントを持ったたくさんの選手がいるということと、毎日 の、 そのハードトレーニングがやっぱりその試合につながると思うので、そこをすごく大事に。今日たくさんこんなに集まっていただいてありがとうございます。今日から選手と一緒に1年間頑張りたいと思いますので、熱いサポートよろしくお願いします。一人一人が勇気を持ってね、勇敢にプレーする。で、俺自身はそうやって果敢に挑んでミスしたのはもう間違いなく受け入れようと思ってるし、でも逃げたプレー、いい加減なことをしたプレー、そういうのはやっぱり受け入れられない。スローガンにもなってるね、やっぱり勇敢にっていうのは、それはもう僕が筆頭にね、やっぱり采配する僕が逃げ腰じゃね話にならないだろうし、まず僕が勇敢にいろんな状況でも立ち向かうと、先頭に立って、そういうスタイルでいきたいと思いますけど、いや本来だからジュビロのサッカーの哲学はあったと思います。僕はそれを勉強したくて来させてもらったし、それを少しでもこうもう一度取り戻すというか、発展させるというか、それをやっぱり忘れないで、もちろん一時代築かれたね先輩たちがいるわけだから、その人たちをリスペクトしつつ、やっぱり新しい自分たちが作っていかなきゃいけないし、現象だけじゃなくて選手の内面を考えながら選手と接する、僕はそこを一番大事にしてます。選手がプレーする中でスタッフの人たちもそうだし、もちろん会社の人たちもそうだし、その身近な人、またはそのいつもサポートしてくれるサポーターの皆さんにもそうですし、その どの距離の人にも人としてのそのベースというか、さっき話したような気持ちをサッカーを通して、伝えれたらなと。それが多分感動につながると思うし、そういうのを表現できたらなと思いますけど、はい。